です。今回はこれアメリカの映画の街ですね。オスカーの像ですね。で、2601本と5インチですね。まずは土台の5インチからいってみたいと思います。で、一応膨らましてですね、これが膨らむぐらいまで持ってきて、で抜きますね。結構小さくして大丈夫です。これじゃまだ大きいですね。こうやってこう広、こうやってね広がっちゃうんで、でここで結んでですね。それでガイドをのためにこういう、まあこんな長くなくてもいいんですけど、まあ似たような色のねやつをこうやって結びつけておきます。あとでこれガッチャンコするときに使うのでね。よっ、よいしょ。でこれをこう掴みます。こっちでね、よいしょ。それで、しっかりと巻いて、それで、まあこういうものを切れ端でね、これをこう結んでいきます。こっちの余分は切っておきますね。それで中にこう戻してですね。じゃないとこうやってこう立たないんでね。まあ立たなくてもいっちゃいいんですけど、こうこういうことですね。それで、本体。これがですね、結構硬いんですよ。ということはここにいっぱい空気が入ってるってことですので、結構残してていいと思うんですね。これ10センチちょっと、これもう余ると思うんですけどね。まあはい、で結んで、まあいいか、こういうふうになっちゃった。でチューリップツイストですね。ふっと入れて、これぐらいかな。はい。それでしっかりひねっておきます。あとでどっちみちここひねり合わせるんでね、届けないければいいです。こっちがですね、硬いんですよ。 よっ、いかない。よっ。それでまずはですね、胸のところ、ここですね。あんまりでかくてもねあれなんで、これぐらいかな、これぐらいですね。それでピンチツイスト、小さめに、これぐらいですね。あんま大きく作らない方がいいですね。あ、大きさですか。これここがですね、いくつ、5.5 か 5,6 センチですね。こんなもんですね。それでもう一つ作る。これで2つできました。で、よいしょ。よいしょ。で、これと同じで戻ります。これぐらいかな。で、その後、ちょっと小さい。その時に、ここの、これをしっかりと、こ
ここのですね、つまんだところを普通はこの中に入れるんですけど、こう入れずにこれでひねり合わせて抜けないようにします。こうですね。でこうすることで抜けませんので、ね、はい、さてそれでは手にいきますね。で肩の部分なんですけど、これぐらい、でこう手のとこはですね、柔らかめに作っててくださいね。それでこれがじゃあ何センチでしょうと、 3.5 ですね、 3.5。 それで、これは5センチぐらいかな、5センチ弱ぐらいですかね、これぐらいですよね、5センチ弱ぐらいね。そして同じぐらい、これも同じですね。で、あと2つ作るから、よいしょ。ね、もう1つ、左右対称ですからね。これぐらい。ね。それで、これ、どこだ？これと肩ですね、もう1つ。いいよ！そして首のところにひねり合わせます。そして背中はですね、これと同じよりもちょっと気持ちだけ長くしてくださいね。こんな感じで、それでこのピーチツイストの真ん中から抜きますよね。それでどこがどこだ、ここで、背中に胸ということですね。で、胸でこうやって、でこれでこういうふうになります。でこれもちょっとパンパンすぎるんで、これ抜きましょうね。それでこれを2等分しますね。で、なのでここで一度結びましょう。よっ。こうですね。結んで、はい、で、2等分して、同じ太さになりませんね。これぐらいかな。これぐらいですか。これぐらいですか。こんな感じですね。あら、違います。これぐらい。なんで真ん中が取れないのか。感じですかね、はい、でこのひねり合わせて、ピンチツイストに絡めて、はい、ここが胸か。背中だ、これが背中だ。あ、このピンチツイストが外れてるんですね。よいしょ。
ここが胸ですね。それでこういう感じになるんですね。それで ここを使ってこれとガッチャンコするんですね。これを思いっきり引っ張ってですね、引っ張ってここにしっかり引っ張ります。それで中を通して引っ張って中を通して絡めて、もう一度通して絡めて、で切って、でこれを中に埋め込みます。そうですね、はい、ということですね。こういうことですね。で、どこだ、前、あ、ここですね。で、肩をですね、胸の後ろ側、ここが2個で、これ後ろ1個ですから、こういうふうにするんですね。それでこれを胸の後ろから前に持ってきて、こういうふうに、わかるかな、なるようにするわけですね。ということでですね、はい、はい、オスカーの像の完成です。無線愛好会でした。またお会いしましょう。